はい、ということで内装外装の方を見ていきましょう。17年式の63,000キロ、色はマリンブルーです。これマリンブルーはね、限られた年式にしかないんですよ。台数も結構少ないんですけれども、黄色に次いで人気があるぐらいなイメージが僕はあります。すごい綺麗なんですね。ソリッドのブルーなんですよね。インセントブルーでしたっけ、あれとかと、あれは、メタリックが入ってるんですけど、こっちはそれが入ってないので、なんともこうね、しっとりしたいいツヤ感出てますね。いや、現物見るとね、本当にね、ああ綺麗、かわいいっていう風にすごいなると思います。で、この車は1年前にうちで販売させてもらった車で、ちょっとご家族の事情があって戻ってきたんですね。でその時にね、タイヤ、ミシュランのタイヤで4本とも新品に入れてもらってます。で1年間でね、3,000キロ、4,000キロぐらいしか乗ってないので、もうプリップリの状態ですね。試乗編撮りますんで、ちょっとその辺のレビューもできればと思います。で外装的には特に大きな傷はないんですよね。一箇所右の後ろの、このドアのところに、へこみがここにあるんですけど、こうすればちょっと分かるかな、ちょっとだけうっすらっていう感じですね。あとはね、本当綺麗なんですよこの車。いや去年ね、これは注文販売で見つけさせてもらったんですけど、その時もね、おーまだ残ってたんだって、もうすごいめちゃめちゃ僕興奮した記憶があります。ちょっと中の方見ていきましょう。はい、中こんな感じですね。運転席、助手席、大変綺麗な状態だと思います。特にこう破れたこともありませんしね。こっち側も綺麗ですよね。ちょっとじゃあ乗っていきますね。はい、ということで中乗ってみました。僕にとってはですね、もうカングーはもういつも乗ってるっていう感じなんで、落ち着きます。はい、家に帰ってきたみたいな気分になりますね。じゃあエンジンの方かけていきますね。あ、元気ですね。いいですね。やっぱね、63,000キロってやっぱ若いですよね。今ね、僕が普段乗れるのが、お客さんの車の車検とかじゃなければ、15万キロのオートマ車と17万キロのマニュアル車なんですよ。でやっぱね、エンジンの振動が少ないなって感じますね。で、ここに今 FM 出てます。ちょっとね、著作権の関係で流せないんですけど、このオーディオで鳴ってますね。あと CD が入ります。それからこれがエアコン関係ですね。お客さんに伺ってみたら、真夏も問題なく冷えてたようなので大丈夫だったようです。でそれからこれ5速マニュアルですね。バックがこの左上なんですよ。この下のね、ここにレバーがあって、これを持ち上げて1速の向こう側へ倒してあげて押すと、これでバックに入ります。で、前のお客さんも禁煙でしたし、この車禁煙の状態で買ってますんで、タバコの匂いとかはないですね。どうですかこの広さ。いや、やっぱすごいよな。この車小さいんですけどね、コンパクトなのにこの高さがあって広いんで、やっぱね便利ですね。で車自体も軽いですしね、すごいいい感じの動きをしますね。はい、ちょっとじゃあ後ろ見ていきたいと思いますね。それでは後ろの方をちょっと見ていきます。こんな感じですね。綺麗です、はい、1年前にも掃除させていただいて、でそのお客さんも綺麗に使ってくださったんで、綺麗な状態で戻ってきましたね。はい、ではリアのトランク見ていきますね。はい、こんな状態です。本当この上にトノカバーがあります。でごめんなさい、ちょっと今ね、お掃除するのに下ろしただけなので、付属してますんでご安心ください。後ろも綺麗な感じ、天井もこんな感じですね。でこれが例の飛行機風物詩ですね。はい、ということで、普通に綺麗な車です。車検も今年の12月26日、約1年残ってる状態ですね。いや、もう本当ねいい感じです。ということでちょっと試乗品の方へ進